ブラゴイ・ジョレフ・ゲオルディエフは、ブルガリア・ソフィア出身の元サッカー選手。元ブルガリア代表。現役時代のポジションは MF。スラビア・ソフィア1981年に、ブルガリアの首都ソフィアで生まれ、地元の PFC ・スラビア・ソフィアの下部組織を経て、同クラブのトップチームで、プロとしてのキャリアを開始した。ミロスラフ・ミラノフ監督の下で1999年10月17日の、 FC ピリンブラゴエブグラト戦で初出場、11月27日の PFC ベロエ、スタラザゴラ戦で試合終了間際に初得点を記録した。その後は2000年3月11日の PFC、ベルブジュドキュステンディル戦、4月22日の PFC、ボテフ・プロブリフ戦で得点を挙げ、デビューシーズンは3得点を記録した。 2003年9月27日の FC チェルノモレツ、ブルガス戦で、自身のキャリア初となる、ハットトリックを含め4得点を挙げる。同2003から04シーズン最終節の PFC、ナフテックスブルガス相手に2得点を挙げ、シーズン合計17得点となったことで、ストイコサカリエフに並び得点ランキングに2位体となった。オフチャクペルスタジアムでの6期で、 リーグ戦172試合46得点を記録した。ローン生活2006年1月13日にシーズン終了までの期限付き遺跡でデポルティーボ・アラベスと契約し、それから1週間後にカンプノーでの FC、バルセロナ戦でリーグ初出場を飾った。出場10試合中先発2試合とアラベスでの生活はベンチで大半を過ごし、クラブを二部降格の危機から救うことができず、 シーズン終了に伴い退団した。2006年6月14日に、シーズン終了までの期限付き遺跡で、セルビア一部のレッドスターベオグラードと契約した。2007年5月28日に2007から08、シーズン終了までの期限付き遺跡で、ドイツ一部の MSV デュースブルクと契約。 2008年3月14日のシャルケレー4戦で初得点5月4日のバイエルレバー空前戦で試合終了間際に決勝点となる自身に得点目を挙げた。デュースブルクではリーグ戦31試合に出場した。テレクグロズヌイ2009年1月6日に移籍金150万ユーロでロシア一部の FC テレクグロズヌイに4年契約を締結。 2009年3月15日に PFC スパルタク、ナリチクとの開幕戦、7月19日にホームのアフマドアレーナでの FC ゼニとサンクトペテルブルク戦で初得点を記録した。昨期まで首相と務めていたティムルジャブライロフが現役引退をしたため、2010年シーズン開幕前にアナトリー・バイガチに監督から首相に任命された。 2010年5月10日のチェスカ・モスクワ戦で先制点にしてシーズン初得点を挙げ、それから3日後のサトルン・ラメンスコーへ戦でにアシストを提供した。2011年シーズンは2011年5月20日に第10節の FC ・アンジマ8から戦で初得点8月13日の FC ・リナもモ,モスクワ戦で2得点目11月5日の FC クラスのダーアル戦で、ムサウエンゴシムグニの得点をアシストした。自身30歳の誕生日から数日後の12月28日に、ディナモモスクワが獲得に関心を寄せていると報じられた。2012年11月4日にペナルティーキックを決めた、アンジマ8から戦で、ロシア一部通算出場数百試合を達成した。アムカルペルミ2012年12月19日に FC。 アムカルペルミと3年半契約で合意して移籍した。ルビン火山2014年8月15日、FC ルビン火山に移籍することが発表された。オレンブルク2016年8月31日、ロシアプレミアリーグへの昇格を果たした FK、オレンブルクに加入した。2017年12月29日に、オレンブルクを退団し、その翌日に現役引退を発表した。 U-21 代表を経て、A 代表で50試合5得点を記録。2011年10月10日、ウェールズ戦前の合宿中に突如として、チームを去り、そのまま代表引退をした。ありがとうございます。